皆さん、こんあやさん。響の所属声優が YouTube で毎日1本ずつお送りしていく動画、響スタイル。今日の担当は伊藤あやさです。よろしくお願いします。今回、私がこう YouTube 見てて、みんなこんなことしてる、私もやりたいと思ったのが、タコ紹介トークです。この方はこういう人ですっていう、響はそんな人数の多くない事務所なので、こう全員分紹介できると思うんですけど、私響で一番タコ紹介できる自信があります。ではやっていきましょう。もうできたらその人のエピソードとかもね、いろいろここだけのお話とかできたらなって思いますけども、まず最初に吉田泉さん。もう最初から吉田さんですね。吉田さんはやっぱりこう響でね、いらっしゃる歴が一番長い先輩で、なんか私がなんかやった行動とか、あ、今これ好きなんですよって言ったら、それあやさんのくらいの時私も好きだったみたいなことがすごい多くて、勝手に私は吉田さんとちょっと似てるところとかあるのかなとか思ったり、嬉しく思ってます。でもやっぱ安心感、吉田さん会った時にいつもね、最近どうって聞いてくれるのがすごい嬉しいです。大好き。では続いて、西本りみりん。りみちゃんは一緒にいる時間もすごく長いんですけど、お互いね、関西出身だし、甘い食べ物が好きだしで、よくいろんな話をしています。そう、りみりんの家に一回だけ泊まりに行ったことがあって、ゲームを、りみちゃんゲーム得意だから、一緒にスマブラとかをやらせてもらったんですけど、またね、一緒にゲームできたらなって思います。すごいね、優しくて褒めてくれる優しいりみちゃんです。はい、じゃあ続きまして、あ、出ました、アイミーン。もう私とアイミーンの仲です。もう何も多くは語りません。なんか友達じゃないし、でも仕事ではない、仕事だけの人じゃないし、家族、友人とか、なんかそういう人のなんかこう人間関係のね、あるじゃないですか。それを全て持っている、それがアイミーさんです。アイミンのね、何が好きって、もうやっぱりアイミンの目が正しいんですよ。なんか何をするにしてもアイミンに私は聞いてます。多分他の人がやっぱ言うには、やっぱアイミンはちょっと彼氏っぽいですねって言われるけど、まあそういうことなのかもしれません。さあ続きまして、こちら、アイザアイナです。今のアイアイさんのモノマネ、いや、アイアイさん本当に面白くて、そうなんです、先輩だけど、事務所の入ったタイミングは私の方が早いからって言って、アイアイさんなんか私になんか、そう、最初の頃とかすごい敬語とかなんか使ってくださってて、そんなことやめてくださいみたいな感じ で、今回スターライトで初めてね、ちゃんと共演するので、ご一緒させていただいて、すごいもう仲良しになって、今はお互いアイアイアヤサって呼び合う仲になりました。すごい明るくて、で面倒見もいいし、好きですよ、アイバアイバです。はい、続き、伊藤あやさです。私なんかいい子ですよね、すごい、なんか、ファン思いだしとみんなのこと大好きですからね。続きまして、はい、あ、そらまるさん。いい先輩なんですよ。オーディションで合格したミルキーホームズシスターズのオーディションの時にも、私が決まりましたってなった時にすごい泣いてくださったり、うわー、なんて優しい方なんだって、なんかもうもらい泣きしそうになって、本当に優しい先輩です、大好きです。では続きまして、森島さんはお父さんみたいな、いい意味で男男してない感じがすごい居心地がいいです。こうふらっとふわっと、もうなんか森島さんだったら何でもお話できちゃうみたいな、包容力みたいなのがすごい好きです。なんかお仕事であんまり一緒になったことがないので、ぜひなんか一緒になれたら嬉しいなって思います。続きまして、お、おざぴはゆか、尾崎ゆかちゃん。ゆかとはあやゆかというね、ユニットだったり女神めぐりで一緒なんですけど、もうね、ゆかはもうデビューした時から私はすっごい好きで、もう大好きなんです、大崎ゆかさんのことが。もう可愛いもん、ね、ドタイプなんですよね。もう一緒に住みたい、本当にずっと眺めていたい。では続きまして、みもりさん。なんかね、みもりさんがおっしゃってたんですけど、私はすごいみもりさんが
幼い時にすごい似てるんだって。そう、同い年ぐらいじゃなくて、あと、あ、三森さんと幼い時に似てるらしい。なんか嬉しいですよね。そう、三森さんキッズとしてこれからも頑張っていきます。本当に憧れてて、実は最近前髪をちょっと薄くしたんですけど、それも三森さんの影響で。大好きな先輩です。では、あと一人、ラスト一人はじゃーん、みこちゃん、佐々木みころんさん。もうみこちゃんはね、本当にママ本当にママなんですよ。もう溢れる母性に溢れる魅力、佐々木みこ、男女問わず虜にしちゃいますよね。なんか安心感たらありゃしないし、もうね、実家いらずですよ。実家いらず、佐々木みこい、ここにあり。はい、ということで、今日はここまでです。どうですか、紹介できたんじゃないかな。ちょっと変なこと言ってたらカットしてもらいます。はいでもそれだけ私、響き愛がとても強いので、ぜひ響き箔押ししてください。はい、動画は毎日誰かが更新していますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録お願いします。毎日見てください。では今日の担当は伊藤彩さでした。あややさーん。